ロジャーは自首し逮捕され、あいつの生まれた町、イーストブルーのローグタウンで公開処刑が発表された。あの日広場には、今海で名を挙げている海賊たちの若き日のそうそうたる顔ぶれが並んでいたと聞く。海賊王の処刑に世界が注目していた。私は行かなかったよ。あいつの言った最後の言葉はこうだ。俺は死なねえぜ、相棒。世界政府も海軍も驚いたろう。他の海賊たちへの見せしめのため行った公開処刑の場が、ロジャーの死に際のたった一言で大海賊時代の幕開けの式典へと一変したのだからな。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！この世のすべてをそこに置いてきた。残り数秒わずかに灯った命の火を、奴は世界へ広がる豪華に変えた。あの日ほど笑った夜はない。あの日ほど泣いた夜も、酒を飲んだ夜もない。我が船長ながら、見事な人生だった。